もともとの原作の雰囲気をもう大事にしてるんですけど、またこう映画オリジナルの新しいワニくんたちでもあるので、そのもともとの原作と同じエピソードの裏側とか、その見えなかった部分も一緒に描いていたりして、こう原作を見てた方も見てなかった方もきっと楽しめる形になっていると思います。なのでぜひぜひ劇場でワニくんたちに出会いに来てください。よろしくお願いします。まあ、なんか映画っていうのは、なんかその、いつ見るかっていうこともすごい大事なんだろうなと思うんですよ。例えばもう、スター・ウォーズを僕らはもちろんこう DVD とかで初めて見ましたけど、当時ね、初めて劇場でスター・ウォーズ見るっていうことの体験とはまた違うじゃないですか。まあ、だから今回も、このコロナ禍などがあって、今だからこそできたも映画にもなっているので、今この劇場で、見ていただくことによって、受け取り方が変わってきたりするようなものになっているので、まあ、今届けたい物語を作って、今見てほしいなと思います。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は公開しております、100日間生きたワニから上田慎一郎監督と福田美由紀さんお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。上田監督はすごい久しぶりです。本当に本当に久しぶりです。あ、そうですね。そして福田監督は実は同じ場所に、さぬきでも同じ場所にいて、豊橋映画祭でも同じ場所でいたんですけど、福田さん、ご挨拶はできてないですよね、うん、多分直接は。そうなんです。はい、でもよかった。もう私は会ってるつもりでずっと来てるんで今日はお二人でお会いできたっていうのが、はい、嬉しいです。もうとにかく制作の時点から大変な発表からも話題になっておりましたけれども、今やっと、まあ、公開をしてほっとされている、ほっとされている感じですか、どうですか。もう公開するまでもうもちろんこうざわざわすると思うんですけど、上田さんなんかもうずっとまたツイッターとかでもね、はい、ご自身でいろいろ書かれてますけど、はい、やっぱり、それはドキドキしないことはないですよ。ドキドキしてます公開の公開日をドキドキせずに迎えることは多分一生ないんだろうなと思いますよ。はい、ですよね。で、まあ、先ほどこう松岡さんもおっしゃってましたけど、うんうん、まあこういい意味でもね、悪い意味でもいろいろこうあった作品でもあるので、はい、はい、まあこうなんていうんですかね、その発表された時に、うん、まあ、こう一時炎上みたいなこともありましたし、はい、うん、はい、やっぱりそういう意味でもまあこう、うん、ただ僕らは誠実にこう映画を作った、うん、それがしっかりとこう届くかなっていうものももちろんこうありますし、はい、まあ、作品自体がどう受け止められるかなっていうのもありますし、まあ、だからいつも以上にドキドキはしてるかもしれない。あ、そっか、ね、そうですよね。まあ、いろいろあったというか、まあ、コロナ禍でもあったしっていう、いろいろな意味でそうですよね。 いつもと違いますもんね。そう、まあ、原作ものでもありますし、はい、まあ、ちょっといつもと違ったドキドキがいくつも持っているっていう感じですよね。うん、そうですね。福田監督も原作ものっていうのは初ですよね。初めてですね。そうですね。私も上田も初めてなので、まずそこの難しさもやっぱりありましたね。うん、そのもともといらっしゃるファンの方とかもそうですし、その菊池先生が込めたメッセージとかもそうですし、もう作ってある世界観を映像化するにあたって壊してはダメだなとも思っていたので、その空気感をこうちゃんと映像にそのまま持ってこれるのかとかを考えながら作るってことは今までなかったので、はい、そこがすごく難しかったですね。割と今まではこうオリジナルですから自分の好きなようにっていうところがあったわけじゃないですか。うん、2人で脚本で事前に明確な役割分担はしてないです。あ、そうですか。はい。
ただまあその自然と役割分担されていきましたね、うん、あのお互いの得意な分野が違うので、はいはい、まああのまあ、例えば具体的に言うと、うん、脚本は一旦福田が書いてますで、それを僕が、はいはい、それを僕が受け取って、まあ、今回はちょっと日常的な、うん、あのやり取りが多い作品なので、はい、まあ、あの最初は福田に書いてもらった方がいいだろうな、うん、でそれを僕が受け取って書き直してっていうリレー形式で、あ、はい、でこれをもうちょっと広げようかとか、そこをいろいろお二人で考えていったっていうことなんですね。でとっても優しい優しい物語になっていったわけですね。うん、はい、ありがとうございます。あの2000、これって2019年の12月12日からか、あの、はい、菊池由紀さんの連載が始まったわけなんですけれども、はい、これは上田さんは結構その一番最初からご覧になってたんですか？一番最初っていうか、まあ変な言い方ですけど、はい、2日目から見始めました。あ、2日目から、はい、2日目に見始めて30、1目台の時に、はい、企画書を書いて、はあ、映画化の企画を書いて提案したっていう感じですね。おお、30日目、2日目からご覧になっていて、だんだんそれは映画化にしようかなって思い始めたってことですよね。何日目かにも。そうです、そうです。結構早かったですね。そうですね、もう30、うん、にはまあ、一旦こうその時は最初は実写の想定だったんですけど、はい、実写想定で企画書を書いて出して、はいはいはい、で、まあ、一旦保留になって、でその後、まあ、福田と共同監督でアニメ映画にするのはどうですかってこう逆に提案いただいて、はい、今に至りますね。あ、福田監督もあのずっとお読みになってたんですか、原作の方は。そうですね、私も上田と同じタイミングで、作品のことは知ったので、うんうん、はい、そこから私も追いかけてはいましたね。映画ではまた違うお話にされているっていうことなんですけれども、でも最初は最初とそれから途中からまた脚本が変わってったっていう、これどういうことなんですか？はい、最初は、一番最初に書いた初稿の台本は、はい、もうその、100日間にワニが100日間に、うん、後日談が少し作っていうようなものだったんですけど、はい、まあ、それが書き上がった頃に、うん、去年の4月頃ですけど、はい、もう本格的なコロナ禍に入って、で、まあ、その脚本を書き換える必要があるなと感じましてですね、はい、というのもその、まあ、4コマ漫画から僕が受け取ってたものは、うん、うん、この平凡な日常の中で死を意識することによって、まあ、こう見え方が変わる、今日が変わる、今が変わるっていう、はい、ただまあそのコロナ禍に入って、うん、当たり前の日常が失われてしまい、うん、毎日死を意識しないといけないような、はい、もう日常がそうなってしまったので、うん、その日常の中でどう生きたらいいんだろうなっていうことを探る物語にすべきだなって思ったですね、うん、いや本当そうですよね。後半は本当にワニちゃんがワニがいなくなってからの、ま、世界を、ね、そうですそうです、ね、描いているわけですよね。はい、それで、まあ、その後半部分をぐっと膨らまして、うん、まあ、映画のもう今残り半分は、うん、ワニがいなくなってからの100日、100日後はい書いてますね、うん、そうですよね。で今回はそのワニに神木さん、はい、そしてネズミには中村さんとか、もうとにかくこう人気者ばかりが勢ぞろいしておりますけれども、こちらは、はい、どのようにしてこう起用されていったんですか？はい、ここは、うん、もうまず僕と福田の方で、はい、ワニとネズミを決めようっていうところから話して、うん、はい、まあ、まずワニは、はい、2人とも本当に神木くんがいいと、はい、もう第一候補が2人とも揃ったので、あ、もうすごい、神木くんに当たってもらい、はい、で、ネズミに関しては、うん、ワニの親友役なので、はい、
その2人の距離感みたいなのが、うん、大事だなと思ってたんですね、うん、なので実際にワニと神木くんと仲のいい、はい、さんにお願いしたいなと思っていて、はい、ネズミのキャラクターともあって、はい、仲のいい方ということで中村さんを、うん、選ばせていただきたですね、そして、まあ、原作にはないカエルを山田裕貴さんということなんですけど、もう山田裕貴さんもお二人で合致したんですか。そうですね、そうですね、まあでもあのカエルについてはあの、うん、なんていうんですかね、オリジナルのキャラクターなので、はい、そうですよね、本当にどういったキャラクターにしようっていうところから始まって、うんうん、結構出し合った末に山田さんがいいんじゃないかってなった気がしますね。はい、うん、そうですね、その山田さん普段はこうかっこいい役が多い印象なんですけど、うん、はい、バラエティ番組に出ているのを拝見した時に、うん、はい、すごくこうチャーミングで一生懸命こう喋ってる感じとか、はい、けどちょっとそれが上手に回りきってないみたいな、そのなんか憎めない感じというか、はい、そうわたわたしてる雰囲気がカエルだなと思って、はい、今回キャスティングさせていただきました、ね、すごいよく分かりました。 そういうあのバラエティとか出てるとちょっとおたおたっとしたとことがありますよねあの声を当てた皆さんとはこう、うん、どんなお話をされたんですか、上田監督は。最初にまずあのどういった映画にしたいか、うん、イメージを伝えたり、はい、あのどういったキャラクターにしたいかっていうのを、うん、全員キャストをまず話してから収録に入りましたね、うん、でまず邦画のようなアニメを作りたいっていうことを、はい、なのでその声も、まあ、こうアニメ収録するときってここでセリフ言ってくださいってこうボードみたいなのが出るんですけど、はい、そんなにそこに厳密に合わせにいかなくていいので、はい、では目安ぐらいにしてある程度自由にやってくださいっていう風に言いましたね、はい、まあ、その間で相槌とかを足してもらってもいいですし、小尻が変わっちゃったり、はい、うん、なんかこう吐息みたいなのが入っちゃったりしてもいいっていう風に、ということとかをお話ししました。あ、そうですか。じゃあ福田さんも今までのご自身が作ってきたアニメーションの 声を当てるのとはちょっと今までとは違うやり方。そうですね、あの私は今までプレスポといって先に音を取って、はい、後からアニメをつけていくっていうものをやっていたので、はい、まあ、今回もそのいろいろアドリブを入れてもらったものに合わせてまた絵をプラスしてつけてもらうことができたんですけど、うん、こうなのでそのタイミングが一応あってでそこで声を当てるとかっていうこと自体もあまり経験がなかったので、はい、うん、はい、それも私も新鮮でしたし、はい、はい、新しいじゃあのチャレンジ、今回はいろんなことを挑戦されましたよね、お二人とも。はい、ありがとうございます。ちなみに息子さんはこの映画もうご覧になったんですか。まだ見てないですねけど毎日そのワニ君のぬいぐるみを持って寝てます、ね、うん、あーかわいい。最後にですね、ぜひともメッセージをお一言ずついただきたいなと思いますので、はい、みゆきさんからお願いします。はい、はい、もともとの原作の雰囲気をもう大事にしてるんですけど、またこう映画オリジナルの新しいワニ君たちでもあるので、うん、そのもともとの原作と同じエピソードの裏側とかその見えなかった部分も一緒に描いていたりして、こう原作を見てた方も見てなかった方もきっと楽しめる形になっていると思います、はい、なのでぜひぜひ劇場でワニ君たちに出会いに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして上田監督お願いします。はい、はい、まあ、なんか映画っていうのはなんかそのいつ見るかっていうこともすごい大事なんだろうなと思うんですよ。例えばもうスター・ウォーズを僕らはもちろんこう DVD とかで初めて見ましたけど、うん、当時ね初めて劇場でスター・ウォーズ見るっていうことの体験とはまた違うじゃないですか、うん、まあ、だから今回もこのコロナ禍などがあって
今だからこそできたも映画にもなっているので、うん、今この劇場で、見ていただくことによって、受け取り方が変わってきたりするようなものになっているので、まあ、今届けたい物語を作って、うん、今見てほしいなと思います。はい、その通りだと思います。もう今すぐ見に行っていただければと思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。